たまにはちょっと体重でも測ってみますかね。あ、血圧はちゃんとね測ってるんですよ。あ、血圧といえばですね私血圧の薬これどれぐらい飲んでんだ、1年半ぐらい飲んでんのかな、私2年ぐらい飲んでんのかな。その薬を飲む前ですよね、高いと160、70いくともたまにあったかな。なんかね、まあそのいつも測っていた状態じゃなかったんですけど、そのなんかのきっかけでお医者さん行った時に血圧高いですねって言われて、まあ、それがきっかけで薬を飲んでですね、まあ、大体その薬を飲んだ状態で上が110ぐらいに収まるようにこう調整した薬を飲んでたんですよね。結構大変なんですよ、血圧の調整ってね、結構体調によるものだからね。で、まあ今ここ3ヶ月ぐらい大体決まったやつをねずっと飲んでたんですけど、最近ねなんか朝ね随分こうめまいがするなと思って、めまいっていう、まあ、めまいもはするし、なんかまあふわふわするなと思って、で一応毎朝血圧測ってるんで、そのふわふわするときに測ったんですよ。上が70いくつだったんですよね。えっ、これあ、なんか失敗かなと思って、何回測っても行っても上80とか、あれこれ死んじゃうんじゃないと思ってやべえと思って、で、まあ、なんか死んないけど、まあ、血圧すげえ低いんだなと思って、とりあえずもう薬飲まなかったです。まあ、一応調べたら別に上が70いくつでも死ぬことはないとただフラフラすると思うみたいな感じでね、まあインターネットで見ただけなんですけど、で、次の日飲まずに測ったら上が110いくつだったかな、120いってなかったんですよね。あ、これ結構下がってきたんだなと思って、なんか一応スクワットでやってるじゃん、あのお医者さんがなんせ筋力が衰えてる、まあ、いろんな理由があるんだけど、その一つに筋力が衰えると血圧が上がるんですよということで、スクワットを勧められて、スクワット一応暇があったらやってるのとか、で、まあ、このスクワットはね、大した理由ではないと思うんですよ。一番の理由はおそらく、その気候、暖かくなってくると血圧って下がるらしいんですよね。なぜどういう理由かわかんないですけど、血圧がすごい下がったんで、ね。まあ、薬をちょっと弱いのに変えてもらって、今上が110ぐらいで一応毎日朝測ると安定しているのかな。うん、ちょっと体重上がってきましたすいません、血圧のどうでもいい話ね。 75.9 キロです。お、結構結構腹全然あれなんだけどな一応今ね、でも梅雨時期入っちゃったんでちょっと止まっちゃってるんで自分が怖いんですけど、一応ねこう2ヶ月ぐらい前からかな、またウォーキング再開してまして、それもちょっとなんか影響してたら嬉しいなみたいな感じでね、はい、ということでということで今日はですね、7月のタミヤさんの新製品ですね、ホームページに載ってますので、そちらを見ながらまたお話とかねいいな、出るなみたいな、そんなお話ですけど、よろしければねやっていきたいと思います。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。じゃあもう早速ね、タミヤさんのホームページ見ていきましょう。ちょっと出れるかな、はい、こちらにお出しします。はいはい、あ、一応ですねこれね、老眼でもこう見えるんですけど、やっぱりねこうちゃんと説明するにはあれなんで、ちょっとこうやってこちらですね、タミヤさんの今ホームページに、今日は7月9日時点で今見ております。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、まず上ですね、こちらですね、主に TRF421 という、まあ後でご紹介出てきますけどね、それが出るに伴って出てくるスペアパーツであったり、そういったものが中心というか、まあ、そればっかりになりますね。ただまあ唯一汎用品としてはですね、こちらの見るか、はい、こちらの SP1743V パーツ、これはですね、まあ最近ツーリングカーってとにかくショックがどんどん短くなってますんでまあ重心を下げるだけだと思うんですけど、まあこの重心のこのパーツっていうのもおそらくそのショックの前兆を短くするためにこう詰められたパーツだと思うんですけど、これ汎用パーツなんでね、まあ今後いろんなことに使っていけるのではないかなと思いますね。まあ、あとはまあスペアパーツですね、主にね。はい、じゃあここからですね、はい、これにしていきましょうか。はい、SP1730
10分の 1RC シトロエン DS スペアボディセットってことになってね、これこれシトロエン DS ってこれいつだ、これ60年代だろうね、もうおそらくね、もう下手したらもう50年代とかにあった、もうめちゃめちゃ旧車で、おそらくこれをこのシトロエン DS 見ておって思う人って、まあ私たちの年代でも、まあその超旧車がそもそも超好きっていう方か、年代だともう下手したら上70歳とかでもね、もう60、70の人ぐらいがなんか思い入れがあったりするのかなみたいなね、まあ、これ実写の写真なんか見ると確かにもう知らない、まあ、なんか見たことはありましたよ、記憶の中でこんな車あったな、なんか UFO みたいな車確かあったなみたいな、これもうかなりデザインとしては奇抜で、まあこれが仮にもう何年60年代とかに出てたんであれば、相当なんか超前衛的なデザイン、当時デザインだったんだろうなとなんか昔の人が考える未来の車みたいなね、そんな形で、これどうなんですかね、実際日本の方の今60歳とか、まあお生まれで言うと50年代生まれとなんか60年代お生まれぐらいの方、60年代前半のお生まれの方ってなってくると、この DS、 シトロエン DS って結構思い入れあるんですかね、もしくは海外市場、まあ、ヨーロッパ市場ですね、まあ、シトロエンってことでフランスですか、まあ、なんせそのヨーロッパ市場の声が欲しくてこれ作ったのかっていうところなんですけどまあいずれにしてもその、まあ、だいぶおじさん、もうおじさんっていうかもう高齢者っていうとすごい失礼だなまあ相当お年を召した方に刺さるような、まあ、プラモデルの模型のタミヤとしての形か、まあ、もしくはそのヨーロッパ市場での代理店さんがすごい声が多かったとかね、まあ、そんな感じでできたんじゃないかなと思うんですけど、これで実際キットをね発売してますよね、それ見るとかなりかっこいいですねはい、かなりかっこいいものとなってますんで、まあ、これどのような日本国内でどのような売れ行きを見せるか、ちょっと私個人的にはちょっと興味があるところですよねシトロエン DS、 はい、このドライブシャフト関連も新しく421用ですね、はい、出てきました、ででん、はい、10分の 1RC4W レーシングバギーアバンテですね、まあ、このアバンテになってくるともう三浦正幸に語らせたらもう無限に話し続けるね、これはアバンテですよね、こちらはもちろんあの滝博士が設計されたものになると思いますよ ね、これ当時1988年でしょ、もうこれねタミヤの一応フラグシップバギーとしてこう出てきたわけなんですけど、まあ今見てね、私もね、まあ、こんなお店やってますから何度も手に取って何度も見てますけど、なんならアバンテブラックスペシャル作りかけがその辺に置いてありますけどすいません、本当はあいつだも2年ぐらい前か出た時に嬉しそうに作ってね、こう動画紹介しようと思ってね、途中まで作っても放置ですわねまあなんせ今見て言えるのはお金がかかってる、これ当時いくらで販売したんだろうね、今これ税込み 68,200円ってなってるでしょ、まあ、当たり前だねこれね、当時こう3万とかで買えたのか、当時の価格は載ってないか、まあその斬新な構造もそうですし、一つ一つのパーツがお金かかってるっていうのはねよくわかりますよね、まあその当時ね、そのバギーブーム真っ只中ってことですからね、競技バギーの世界でいくとね、競争のとね、オプティマとかドッグファイターとかね、スーパードッグファイターとかね、まあ、そういった趣を感じる時代でもありますし、その時にこうタミヤに対して強い思い入れを持っていたり、まあ、特にその当時の少年ですよね、まあ、これがもう欲しいけどとても手が出ない、私が幼少の時にバギーチャンプなんかがもうとても手が出るような存在じゃない、そんな形でアバンテをねこう見て憧れていた方ってかなり多いんじゃないかなって思いますね、もうタミヤさんの名車中の名車、さらに再販ってことになるんですかね、はい、こちらもかなり欲しい方いるんじゃないですか、そしてこのアタックバギーね、ね、こちらアタックバギー2011年で2011年にね再販されたものの、まあ、再生産っていうことになると思うんですけど、アタックバギーこれもね思い入れある方多いと思います、私もねあるんです、実はこのアタックバギーめちゃめちゃ欲しかったんですよ、
でこの話も何度もしちゃってるんで、もうかなり簡潔にお話しますけど、私ね、そのアタックバギーを実際走ってるのを見た時が、その地方のローカルレースですけどね、福井県の鯖江であったね、サンホビーさんのとこやってた西山公園とこでやったレースなんですけど、そう見た時にアタックバギーが速かったんですよ。え、なんかアタックバギー速いと思って、でこの軽戦闘車両、まあね、要所の時だとやっぱりその戦闘機とか戦艦とかいろいろ憧れるじゃないですか、まあ、その中にやっぱり軍用の、私軽戦闘車両ってのは実は別に隠してもいないんですけど好きで隠居したらね、軽戦闘車両をプラモで作りたいななんてちょっとそういう思いがあるんですよね。で軽戦闘車両好きとしてもですね、マシンガンですかこれついてるとか、もうなんか男心でくすぐるじゃないですかね。アタックバギーやっぱねすごい強い思い入れがあるので、私ね一回買ってますね、こう2011年以降の時にね。それどこ行ったんだろうねどこ行ったんだろうねはい、そして続いてこちらですね、はい、15HRCTRF421 シャーシキット定価税込み10万8900円ということでね、最近 RC 競技カテゴリーの中で電動ツーリングカーが一番高い説ありますからね車種だけの話だとねまあすごい価格上がってきました。もうこれもう見てわかる通りですね、カーボンと削り出しパーツのもう集合体ですよ ね。でこのタミヤさんに至ってこの一応10世紀使ってますけど、言っても今の時代この10世紀した型がね、なかなかその昔みたいに数が出ないもんですから、10世紀で使っても一個一個の単価かなりやっぱりね高く設定になってしまうんだと思うんですよね。まあそんなこともあってか。で、あと、この今のこの電動ツーリングカーの競技シーンがですね、まあそれはそれはもうめちゃめちゃハイスピード化になっています。割と主戦場としてもヨーロピアンスタイルと呼ばれるね、大きなコースで走るってことも、まあ今本場で言われる ETS ですよね。なんか見ていても、そういったコースにマシンをアジャスト作っていかないと戦えないと。で、今タミヤさん、TRF の活動は、自体はしてますね。ただ、世界戦略、ワールドタイトルを取ろうとは、メーカーとしては、そこまではお金かけてない、してない感じですよね。ワールドタイトルを取れるドライバーを契約しているってこともありませんから。ただ、まあ、私自身もですね、まあ、そのタミヤの河野さんとか鈴木岡さんとかもね、その設計されている方といろいろお話したり、まあ、TITC なんかでもねいろいろ見せてもらったり聞いてもらったり聞いたりねこうしてる中でですね、で実際その TITC を私目の当たりにして、その成績を見ても、まあ、その開発算数を聞いても、まあ間違いなくメーカーとしてワールドタイトルを取ろうっていうところまではお金かけてないですけど、それ以前の段階、それを取るためのポテンシャルの車っていうのは間違いなく作り込んであると。で、まあ、実際にいろんなハイエンドマシンあります。で、まあこれちょっと、まあ、もうズバリ言ってしまいますけど、今の X-Ray の2024年で最新のものがですねかなり優秀だという話を聞きます。まあ実際優秀ですね、運転が簡単。あとはまあオーソマテックですね、まあ、この辺りがやっぱり2強として今この電動ツーリングカー、いいとされてるんですけども、今回の421の開発コンセプトというのはもちろんそちらと戦うために情熱を注いで作ったものになりますので、こちらポテンシャルとしてはかなり高いものとなります。実際完成度もかなり高くなりますので、まあ、そういった、ね、最新機種の最高峰のものを手に入れたいっていうロマンもそうですしね、まあ、実際例えばタミヤグランプリに出るとか、ね、タミヤグランプリにも出たいし、地方のローカルレースのね、こう JMRCA 系のレーシング系のツーリングカーにも出たい、両方使いたいっていう方があったりとかね、タミヤが好きだからタミヤのマシンを使って出たいんだとかね、まあ、どのような方が購入されてもかなり満足される車種なんだろうなとね、高橋は言いたいと思います。これ本当です
さあ続いて出ましたスーパークラッドマスター、これブラックエディションってことでね、タミヤさん、これ本当にタミヤが作ったのかというぐらい最大級に大きくて最大級に化け物みたいな車、このスーパークラッドバスターですよね。これだってね、ツインモーターで、このショック見てください、このショックショックがね8本ついてます。でこれタイヤも、これね現物見るとビビりますよマジで、まあマジここぐらい、このぐらい本当めちゃめちゃでかいんですよこの。だからその豪快なモンスタートラックに対する憧れとかね、かっこよさってあるじゃないですか、もうそれを地で言ってるものですね。でこれどうなんですかね、結構やっぱアメリカとかでも売れるのかな、さすがに日本国内市場だけでねは難しいと思うんですよね、まあ、アメリカだけじゃなくてアジア、ヨーロッパにもこれ売れるんだろうなと思います。ただ最近のそのアメリカの動きを見ているとだいぶね、もう、こういったものはですね、もうほぼ RTR が占めてきてるなと感じますよね。その遊び方とかいろいろ出てくるラインナップを見てももうキットで組むっていうのはもう競技系のものであって、それ以外のものはもう RTR でどん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 みんなにねすぐに楽しんでもらおうっていうのがあるんで、まあ、もしかするとアメリカ市場はそんなに狙ってないのかもしれないですね。まあ、もちろんそのアメリカにもね、まあ、どのくらいの人数いるか知りませんけど、その、まあ、当然私たちの年代か私たちの上の方でですね、タミヤさんのプラモデルであったりとかラジコンカーに対する思い入れがあったりとかっていう方も当然いらっしゃると思うので、まあ、そういった方にも動くのかなと。ねえ、まあ、なんせこれこのサイズこの大きさでなんと税込み32,780円、これ実際どのくらいなんだろうね。でこれももうなんか本当欲しかったら近くの販売店さん予約しないと手に入らないとかそんな風になるんじゃないですか、わかんないですけどね。そして最後、はい、これはもう完全に、ね、世代的にはまあ60年代を生まれもしくは70年代生まれの方向けになってますね。ファイティングバギー、これアメリカではスーパーチャンプっていう名前でしたかね。まあこれはまあもう私の話でね恐縮ですけど、私初めてそのラジコンカーのタミヤのカタログを一番最初に見た時の最高峰に君臨していたレーシングバギーの頂点というかね、もうラジコンとしての最高峰としてね、このスタイルもさることながらね、本格的なこのダイキャストでのね金属がたっぷり使われててね。ねえ。しまいには、これ、なぜこのギミックは、この、で、こちら、このリザーバータンクですよ。これ、ずるいですよ。これ、かっこいいと思わないね。当時の男の子はいなかったと思うね。ね。ね。ただね、このラジコンカーに対して復刻しているというかね、今私の動画見てくださっている方ですと、その当時小学生中学生の時にね楽しんでいた思い出でこう近年復活されたっていう方が、まあ、ほとんど、まあ、過半数、うん、まあ、半数超えているんじゃないかなと私は想像してるんですけど、で実際その当時の市場規模と今の市場ってどうなんですか、まあ、一番市場が大きかった時は80年代90年代ぐらいだと仮定して、それと今比べると、まあ、かなりやっぱりどのくらいなんでしょうね。もう5分の1以下でしょうね。全くわかんないですけど。ね。ってことは、実際、まだ、このラジコンを思い出していない、全国に仲間たちが、いっぱいいると思うんですよね。で、おそらく、まあ私も体感、肌感でありますけどね、今年になって復活しますとか、去年の暮れぐらいに、復活しましたって方、結構いらっしゃるんですよね。だから、まだ、仲間たちがいっぱいいるわけですよ。仲間たちがまだね、ポツポツ増えてきてるわけですよね。だから、タミヤさん、やっぱりね、この、またかじゃなくて、やっぱこう定期的にね、定期的にこう出してってくれると、やっぱりね、定期的に、その、もう本当にまた最、ごく最近始めた方がですね、手出していくんじゃないかなってことでね、まあ、タミヤさん、この調子でね、どんどん復刻、ね、出していっていただいて、ね、ますますこう、仲間を増やしていただきたいなというところで、もう今日これでちょっと締めちゃっていいですかね。いっぱい話しちゃって喉痛くなってきた、もう。もしね、今日の動画が良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価。そして、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。また、レディオカがですね、ウェブショップもやってございます。まあ、今日ご紹介した商品も含めですね、もちろんレディオカが扱っておりますし、まあ、お近くでね、買える環境のない方、その際、
レディオが選んでいただけますと非常に嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。また宣伝になりますけどね、レディオが LINE お友達募集しております。まあ、貴重なご予約商品なんかをですね、 LINE お友達様だけにいち早くお届けしたりとお伝えしたりとかですね、一応桜井のですね、どうでもいい日記なんかも定期配信しておりますので、よろしければね、ぜひお友達になってください。また SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。